どうも、愛一です。今日は金曜日ですね。一週間皆さんお疲れ様でした。今週はですね、まあ、本当にこう、グダグダで自分は。やることがほっと今いっぱいあって、完全にパンクしました。ね、二日ぐらいは、なんか、途方に暮れてた。まあそんなことがあって、で、そんな時に部屋の掃除をしてたんですよ。もうちょっとこう、環境を良くしようと思って。で、その時にですね、懐かしいものが出てきたんですけど、それがね、これです。これ指輪なんですけど。YouTube を始めてちょっとぐらい、まあ、6年前ぐらいに買った指輪で、確かね、1000円か1500円ぐらいの指輪なんですけど、これがね、いいなと思って、ずっと右手の人差し指つけてたんですよ、こうやって。こんな感じで、ね、ずっとつけてて。で、その時に、こう、この指輪にね、願掛けというかね、その、自分が結構陥りやすいミスというか、なんていうのかな、まあ、みんなもあると思うんですけど、例えば、こういう状態になった時に、落ち込みやすいとかっていう、その、地雷みたいなところがあると思うんですね。で、当時、これを買った時、もう YouTube 始めてるけど、全然鳴かず飛ばずで、毎日再生数も、1日だよ。1日で本当何十回とか、100回行ったらすごい良かったとかいう、本当時期が続いてて、で、それがさ、まあこれ結構長い間つけてたんですけど、でも若干増えてったとしても、でもやっぱりそうね、そのすごいこう見てもらえるとか、今でもそうね、見てもらえるわけでもないですけど、すごいいろんなことに悩んでる時に、で、この指輪に、こう、3つの M っていうのを決めてたんですね。その M っていうのが、その M が頭文字になってて、負けない、曲げない、迷わないっていう。そう。まあ全部魔なんだけどさ。M って言ってて。で、その、この指輪を見るたびに、負けないっていう。それは誰かに負けないっていうよりも、自分に負けないっていう。自分がこの YouTube で、教育っていう分野で絶対できると。ある程度成り立たせられるっていうのは信じてたから、そこまで自分の心に負けないで折れないでやれよっていう自分への戒めで負けない。で、曲げないっていうのはその教育に関するこだわりっていう部分で、その、よく話しますけど、1年目、2年目が一番すごい批判されてて、だから、自分の中では正しいこととかいいことっていうのをやってるつもりなんだけど、でも周りからはそういう評価をしてもらえないから、すごいこう、叩かれてて、で、やっぱり、なんか違うのかなとかさ、自分のこだわりが間違ってんのかなとかっていうのをすごい感じながらやってたんですね。でも、諸子貫徹ではないですけど、そんな簡単に負けちゃいけないじゃないですか。自分がその教育に身を捧げるって決めたのは大学生の時で、絶対こう一生捧げてくって決めたから、それを YouTube やって、例えば1年ぐらいのその批判されたぐらいで、すごい言われたけど、そのぐらいで曲げちゃダメだよって、その曲げないね。で、迷わないっていうのは、自分、今はそんなに思ってないんですよ。迷っていいって思ってる人間なんですけど、当時は、迷ってしまうと、その負けたくなったりとか、曲げたくなったりっていう風に、その迷うっていう部分がスタートになって、そのそっちに派生しちゃってたから、その迷わず行こうぜ、みたいな。今は自分がその目の前でできること。まあ当時は動画を撮影するぐらいしかできなかったですけど、それを一個一個やっていくしかないよねっていうのを、撮影の時以外はほぼつけてた。そう。まあ家にいる時はほぼ、家もつけてたな。風呂入ってから、その時は風呂入って撮るけど、夜とか寝る時はつけてなかったけど、でも仕事始める時、よし始めようと思ったらひとまずもつけてたし、板書作る時とかもつけて、そう、この指輪を見るために、はって。結構みんなもさ、その、こういうこと気をつけようって思うことってあると思うんですよ。落ち込まない人とかいろいろあると思うんですけど。でも、気づいたら忘れちゃうんですよね。はって、あ、そうだそうだって思い出すんですけど、思い出す時間が遅くなっちゃうと、やっぱり落ち込んだりしてしまうと思うので、目に触れるところ、普通に紙に書いてさ、勉強机の前とかに貼っててもね、それでいいと思うんですけど、人はそういうことをやってたんです。で、それを思い出したの。久しぶりに出てきたこの指輪。そう、もうね、結構、6年も経ってて、そんな高いもんではないから、塗料も剥げちゃってるんだけどね。そう。で、それでね、が、この前見つかって、で、そういうこと最近やってなかったな、と思って。で、今自分にとって、まあ、大事なことっていうか、その、結構、まあ、浮き沈みは激しい性格だし、なんだろう、YouTube やっててもさ、いろんなことを感じるんですよ。まあ、一人でやってるからっていうのもあるんですけど、きっと。で、まぁ、あ、ちょっと改めて考えてみようと思って、で、決めたんです、それを。で、今自分にとってポイント、大事にしなきゃいけないことっていうのが、まず焦らない。そう、焦らない。これがすごく大事、今の自分にとっては。俺本当にすぐ焦っちゃって。で、これとセットなのがイライラしない。そう、焦らないとイライラしない。そう。
で、本当はね、あーいいって来てるから、これ、あいうえおで固めたらいいかなって思って、3つか、あと5つ考えたんです。そう、焦らない、イライラしないとか、そう、浮かれないとかね。そう、あとは、うぬぼれないだ、うが。で、絵が選ぶらないみたいな。そう。で、おは、己を信じるみたいな。思ったんですけど、やっぱりね、ずっと3つでやってきたんで、負けない、迷わないとか。だから、3つがいいなと思って、で、考えた結果、やっぱ大事なのが、その、焦らない。で、イライラしない。で、最後が、ほにゃららしないで固めようかなと思ったんですけど、やっぱ己を信じる。自分を信じるっていうのが、今の自分にとってはすごく大事だと思ってて、そう。で、まあ、己を信じるっていうのは、ちょっとおまけというか、いうポジションでいいんだけど、焦らないとイライラしないが、今すごい自分のテーマです。ここ、まあ、これが今週の頭ぐらいに思ったのかな？そうだね。思って。で、なんで今回この話をしたかっていうと、まあ、特に受験生の方なんかはさ、まあ、10月も末になってきて、もう11月になるでしょ？で、いつも言うように、どんどん受験に近づけば近づくほどプレッシャーもかかるし、焦ってくるんだよね。で、焦りっていうのはイライラを生むの。そう。でもさ、自分が今言ってるその焦らないとイライラしないもそうなんですけど、焦りもイライラも何一つ物事を好転するパワーにはならないと思ってるのね。いや、なる人もいるかもしれないけど。でも自分はならないと思ってて。で、みんなもきっとね、そういう風な、なんだろう、落とし穴というか、まあ、負のスパイラルみたいなにハマってしまう人は絶対出てくると思う。今でもハマってる人いると思うんですけど、その時に、まあ自分と同じにしろとは思わないし、みんな自身が自分と向き合ってさ、これが今大事だなって、一つでいいと思うの最初は、三つとかから始めなくていいんで、一つ、これを気をつけようって、自分のその、焦らないとか、イライラしないでもいいんだけど、じゃあ今自分焦った時に、はって焦るとイライラに繋がっちゃうのすぐ、はーって慌てたり焦らったりするとね、その時に、あ、ダメって、焦らないが今俺のテーマだわって思って、はぁって深呼吸して、だって焦ってもさ、やる仕事終わんないし、物事肯定しないんだもん。そう、何も良くなんない。一つ一つやっていくしかないからと思って、そう、って思ってる。で、まあさっきそのおまけっていう風に言っちゃったけど、己を信じるっていうのは、やっぱり何年経っても、まあ YouTube も7年目になりましたけど、1年目も2年目も3年目も4年目も見てくれてる方は増えたりとか、ね、チャンネル登録者とかさ、再生数とかはね、もちろん当時よりは全然違う数字にはなってるんだけど、それでもね、不安とか焦りっていうのは正直変わらないんだよね、今でも。当時と。そう、変わらなくて。そう、同じように悩んでる。もちろんちょっと悩んでるその方向性とかベクトルは若干変わってるんだろうけど、でもね、あんまり変わんないんだよね。そう。だから、その、もしね、まあ、自分せっかくこの一週間、特に今週は本当に悩んで向き合って、やっと昨日ぐらいにちょっと吹っ切れたんだよね、自分の中で。そういうことを大事にしていくことで、ちょっと変わっていくって。それが、まあ、3日ぐらいこの考えで、みんなの見つけて、それを意識して生活して、やっとリズムがちょっと戻ってきたの。うん、だからみんなも、結構リズムが崩れちゃったりとかするとさ、勉強の効率下がると思うんだよね。勉強しててもさ、身が入らないとか、頭に残んないでしょ？で、残んないから焦っちゃうでしょ？焦っちゃうからイライラしちゃうでしょ？イライラするからまた勉強効率下がるでしょ？みたいな風になっちゃう。で、それに早く抜け出さないと。一番は、そのなんだろう、負のスパイラルにはまらないのが一番だとは思うんだけど、はまっちゃうんだよね。で、はまっちゃうとやっぱりなかなか自分の力だけじゃ抜け出せないんだよ。でも、助けてくれる人がいればいいけど、それが、絶対いるかって言ったらいない人もいるわけじゃん。俺もあんまいないタイプだから、そういうのが。だから、そういう時に、じゃあ自分で今、その人生において、その負のスパイラルにはまってる、なんか一個の理由、まあ、いっぱいあったとしても、まず一個、こっから意識して変えていこうって。それになろうと、今自分だったら、焦ってるなって、はぁって、やべえってなってる時に、待てよ俺って、焦ってる場合じゃねえぞって、ひとまず深呼吸して、今何からやるべきなのって自分に問いかけて、あ、まずこれからやろうって、一つ一つこなしていこうぜ、みたいな風に、変えていって、で、まだそれでね、本調子にはなってないんですけど、でも徐々にここからね、変わっていけるのかなとは思っているので、まあよかったらね、参考にしてもらえたらと思います。はい。ちょっとね、今回、良かったっす。すごい久々にね、見つけたんで、ちょっと、ああと思って。そう、まあ、そんな感じです。若干、まとまらなくなってしまったんですけど、どうしてもちょっとこれを金曜日にね、まあ一週間の終わりに、話せたらなと。で、こういうリズムを取り戻すので、土日っていう休みはすごいいいきっかけになります。学校が止まってる期間っていうのはね、いいきっかけになるので、もしよかったら皆さんね、自分のリズムを取り戻す。まあ別にみんな崩れてるわけではないと思うけど、取り戻すきっかけになってくれたら嬉しいです。ということで、ご視聴いただき本当にありがとうございました。